はい、こんにちは、トムです。今回はアリスのね、重心化回路を使って遊んでいこうかなと思います。まあ、アリスはね、一番の特攻といえばラルガメンテというクエストなんですけども、それがないんで、ちょっとまあ最初は友情で遊んでいこうかなと思います。はい、これ艦隊でもしっかりと運用できるのは、装備で弱点キラー持ってるんで、一応艦隊として使う、コネクトなしで使えますかって言われたら全然使えるんですよ。だからもしもね、最近モンストを復活して、三日月とかソロモンとか持ってないけどアイスはいっぱい持ってるって人って、もしかしたら結構いると、いらっしゃると思うんですよ。だから結構ね、初攻部とか回収しようと思った時にアリスはね、結構いいんじゃないのかなって思ってますね。はい、まあ殴りの方面も強いですし、まあまあ強いかなと思います。まあやっぱりアリスってさ、まあ所持率比較的に高いキャラクターだと思うんですよ。まあ、だからっていうのもあれなんだけど、おそらくこれそれを見据えてなんか性能を抑えてきたって感じだよな。いや、性能自体は強いんだけど、コネクトスキルがあまりにもコネクソすぎるから、思うんだけどさ、こんなにさ、まあ、アリスに限らずなんだけど、最近のモンストってあまりにもさ、コネクトスキルなんでしょ？出た時と、出た時から、なんか急に増えたよね、コネクソが。だから、なんかこんなにコネクソを作るんだったら、コネクトスキルのしょ、もっと配ってもいいんじゃないのかなって個人的に思うんだよね。すげえな。シンプルに。はい。まあ、ダルテにはもう、コネクトスキルのしょ出る前でも、結構コネクトスキルが悪かったんだけど、多分それは、コネクトスキルの章を分かっててああいうコネクションしたと思うんですよね。はい、今度はアンチテーゼで遊んでみようかなと思います。最初にこれちょっとパッと触った時にちょっとびっくりしたのが、貫通ホーミングだけで光の魔導士倒せるんですよね。しかも闇の魔導士は倒してくれないので、めちゃくちゃありがたいなと思います。ただブロックもなければ地雷対応もないんで、まあちょっと怖いところはありますけどね。今回さ、まあいろいろ、まあモンスト9周年でいろいろモンストニュース見て、すげえいいなと思ったのがショートカット機能と、あとは初攻部のリセットがアップデートで個人的にめちゃくちゃいいなと思ったかな。ショートカット機能はマジでね、神殿やってて思うんだけど、マジであれはありがたいわ。あれって確かアップデートは10月下旬なんで結構先なんですよね。だからまあ気長に待ちましょうかって感じなんですけども、初攻部の回収もそのアップデートが来てしまうと、今回収できたねオーブは二度と回収することはできないので、絶対ね皆さん回収等はね忘れずにやった方がいいんじゃないのかなって思ってます。現状だとまあ約700個ぐらいゲットできるんですよね。700個だとまあ約3万円分のオーブと、あとは1万円分だからあと4万円ぐらいか、4万円分ぐらいのオーブは回収できますので、まあ絶対にね回収し忘れないように注意してください。僕はね本枠はねほとんど回収してるんだけど、サブ枠ね全然回収してないから、ちょっと忘れずにね処理したいですね、オーブは。ホーミングマジ偉いな。よいしょ、ちょっと足りなかったな。
まあちょっとアリスはちょっとコネクトスキルが悪い割にはこれぐらい悪いんだったらもうちょっといいものをもらってもいいかなと思ってる。友情ブーストはもらってもよかったんじゃないのかなって思いますね。まあ所持率が高いからそんなことできないよって感じになったんだろうけど、個人的にはなんかもう一個アンチアビリティつけるか、それか友情ブーストをつけてほしかったですね、このコネクトなら。はい、防御ダウンしなくてもめちゃくちゃいい火力出してますね。フォーミングでこれ当たってくれないかな、機械の魔導士。当たらないか。今回まあ9周年のモンストニュースで、まあ、一番強いの誰ですかって言われると、あのアルティメットマドカがやばいなと思ってる。でその次にツタンカーメンの重心化の砲撃の方ですね。でその次がアーサーとかになるのかなと思いますね。あ、じゃあ風神雷神だ、風神雷神になるかな僕は。まあ、アーサーに関しましては裏近畿30で、あれジャック・ザ・リッパー持っていないと結構きついクエストの印象があるんですよ。でもアーサー重心化のおかげでだいぶ助かった人多いんじゃないかなって思うわ。で、しっかりと火力出しに行きたいですね。はい、強やっぱり長バラの弱点キラーは偉いな。やっぱりまあニュースのコメント欄とかあとツイッターの反応とかは見たんですけども、やっぱり今回のモンストニュースは微妙と思ってる方が結構多いですね。周年のアップデって結構まあ時代を作るようなアプデが結構多いんですけども、今回のアップデってそういうものは全然なかったなと思ってる。ショートカット機能は確かに便利だなと思うんですけども、時代を変えるようなアップデじゃないじゃないですか。まあ去年はなんかタイムシフト機能、確か最新のクエストでもタイムシフトできるよってなった時に、そのおかげで運枠を積んで合日をやるっていう概念がなくなったじゃないですか、ほぼほぼ初日は。すげえなホーミング話しながらやってるけど、とりあえずこれちょっと配置ちょっとワン切りでいきます。一回切ったら嬉しい。あ、いいね。まあでもなんか10周年のためになんかアップデはなんか温めたんかなと思った。まあこれはしょうがないなって思います。あとね、僕ねアーサーがね重心化するのは個人的にねびっくりしたな。はい、これ SS で終わらせます。10周年でアーサーとエクスカリバー重心化すると思ってたもんあ、強いはい、ということで、まあ、アリスのね、重心化会を使ってみました。まあ、低難易度クエストも強いですし、アンチテーゼルも強かったですね。バイバイ。